どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、1月2日ということで、本日限りでね、Apple Store の、初売りセール、今日やっておりますよね。こちらの Apple のセールは、まあ、店頭でも購入しても、インターネットで購入しても、今回はまあギフトか、まあ、今回もねギフトカードでまあもらえるっていう特典なんですけども、まあ、こちらねどちらでもまあ特典は受けれますんで、狙ってた方、Apple 商品ねこのタイミングで買おうと思った方はね、ぜひ参考にしていただければなと思います。で、この Apple の、オンラインストアですね、ポイントサイトに案件はあるんですけども、まあ、すごい低いんですよね、 Apple ってもともとなんですけども、今ね楽天リーベイツっていう、楽天がやっているポイントサイト、まあ私の動画でもね1回紹介させていただきましたけども、1回2回ぐらいかな1回か、紹介させていただきましたけども、まあ、そちらはねポイントサイトだけ、まあ、5% の還元がね、まあ、受けれるっていうことですんで、まあ、その楽天リーベイツを、経由してね、このアップル公式でね、まあ、購入すると、まあ、5% のね、還元が、まあ、さらにポイントとして、まあ、受けれるっていうものになっております。まあ、ポイントサイトね、ほとんどポイント少ないですので、まあ、そんなにって大きい数字じゃないですけどもね、まあ、もらえないようにもらっといた方がいいかなっていう感じですね。で、この楽天リーベイツなんですけども、まあ、楽天リーベイツはね、まあ、楽天ということなんで、この還元額は全部 5% ポイントでもらえる形となります。ですので、楽天ポイントが付与されますんで、まあ、楽天ポイントをね、まあ、楽天で使えるお店、もしくはね、半分にはなってしまうんですけども、まあ、ANA マイルにもね、まあ、交換することができますので、まあ、その点だけね、まあ、覚えておいていただけたらなと思います。で、この Apple の、オンラインストアね、初売りは、まあ、今日限定ということで、Apple の商品をね、家電量販店で、まあ、購入される方も多いと思いますし、Apple 公式でね、まあ、購入される方も、まあ、多いと思うんですよね。まあ、私はどっちかというと、ほとんどね、Apple の商品は、私使っているパソコンも、MacBook Pro なんですけども、家電量販店じゃなくて、公式サイト、まあ、お店で購入することがね、まあ、はるかに多いんですよね。まあ、多分、Apple の商品をね、わざわざ、お店の方にね買いに行かれる方って結構多いと思うんですよね。まあ、対応がしっかりしてたりとかね、もし初期不良とかあった時にね、Apple 公式でまあ買いに行ってた方が実は楽だったりするんですけども、まあそういうのもありましてね、まあ私は結構ね公式サイトで購入する方が多いんですよね。で、今回の、キャンペーンの、Apple ギフトカードがもらえる商品ですね、ちょっとここにバンって出しておきますけども、まあ iPhone のね 10R 8 Plus 8あたりからね、まあiPhone が入ってきて、まあそれ以外 Apple Watch、 AirPods ね、 iPad Pro Mini、MacBook Pro とかね、 MacBook Air、iMac、iMac Pro、その他ね、Apple TV とか、あとイヤホンとかね、ヘッドホンとかもね、まあ、対象になっております。もらえる金額はね、まあ、こちらに書いてある通りなんで、まあ、これを購入すると、まあ、これだけのね、金額が Apple のギフトカードで、まあ、もらえるということですんで、現金とかでね、もらえるわけじゃないですので、まあ、Apple の、なんていうんですかね、Apple のポイントカードみたいな感じですよね。まあ、次回、何か購入するときに、まあ、使える、まあ、ギフトカードが一緒にもらえるっていう形ですね。ヘッドホンとかね、イヤホンとか買った場合は、まあ、そんなに外部アクセサリーってね、まあ、必要ないと思うんですけども、まあ、これが PC とかねそういうものになると iMac とかね、MacBook とか私も使ってますけども、外付けのね何でしたっけマウスとかね、ドライブもそうですし、マウスとかね、テンキーとかもついてないので、で、この MacBook Pro ってね、全部 USB Type-C なんですよね。ですので、まあ、一つね、このメモリーカードを一つ入れようと思っていても、USB Type-A の変換器に挿して、それを、まあ、USB Type-C、そうですね、Type-C の変換ケーブルを通して、まあ、この Mac につながなきゃいけないんで、まあ、そういう意味でね、結構、アクセサリーっていうのはまあ必要になってきますよね。まあそういうのにまあ購入するようにね、まあできますよみたいな感じですよね。まあもちろんね、このギフトカードは、Apple Care ってありますよね。保証が延長できる。まあそういうのにもまあ利用できますんで、まあそういうのに使うっていうのももちろんありだなと思います。まあギフトカードをもらった状態での還元額ってなると、だいたい金額に対してね、最大24,000円なんですけども、まあ、もらえるっていうのはね、24,000円までもらえるっていう商品だと、本当に、MacBook Pro 13インチ
が24,000円で、 iMac が24,000円、 iMac Pro が24,000円、まあ一番ね、もらおうって思うと本当にここら辺なんですね。だいたい14万とか、iMac だと12万、 Mac Pro だと、 iMac Pro だとね55万とかね、結構な金額する商品ですよね。まあそこら辺だと、まあこんだけの還元額がまあもらえるっていうことで、iMac の場合はですね、2017年モデルということなんで、まあもう2年、まあ今も2020年になりましたんで、まあ一応2年半前ぐらいのモデルってなりますよね。おそらくですけども、結構ねもう売り切りたい感じなんじゃないのかなと、まあ個人的には思いますね。でまあこの中でまあ何がおすすめかなと思うんですけども、2018年モデルの MacBook Air、 まあこれだとですね、まあ一応1年前ということで、まあ119,800円、それでギフトカードが今12,000円分もらえるということで、まあ今回はねこれ対象っていう形なんですけども、まあここが一部、ここら辺、ここがまあおすすめかなっていう感じなんですよね。まあ還元額っていうのと、まあ発売日とかをね見てね、あの検討すると、まあここら辺がおすすめかなっていう感じですね。そうですね、あとはまあ iPad Pro 第3世代や iPad Air の第3世代、まあ、iPad mini 第5世代とかもね、まあ、対象になってますんで、まあ、まあそこら辺もね、まあ、悪くないかなっていう感じですね。まああとね、知ってる方多いかと思うんですけども、 Apple にはね、あの学割っていうのが結構あるんですよね、うん、で教職員の方、あと学生、あとね PTA の役員の方なんかもね実は対象だったりするみたいで、もしね私対象っていうのは方がいたらね、ぜひね、あの一度ホームページで、あのこれホームページにも載ってることなんで、ぜひね活用していただければなと思います。いかがだったでしょうか。まあ今回の動画はねちょっと簡単にはなってしまったんですけども、まあアップルからね、初売り、まあ今日狙ってた方もちろん多いと思うんですよね。うん、あの年に1回しかアップルってセールほとんど しないですよね。アップルって多分この日ぐらいしかしないですよね、うん、セール自体をね、うん、まあ今ねいろんなところで 20% キャッシュバックキャンペーンで、まああの最大1万円とかね、20% キャッシュバックキャンペーンね、今どんどん終わってきておりまして、まだ一部残ってますけどね、まあなかなかアップルの商品を安く買うって、まあ今難しいですよね。本当にPayPayの一番最初のセールの時だけね、みんな買いまくったと思うんですけども、うん。まああの時はね、20% キャッシュバックがね、本当に、Apple商品でもね、できましたしね。うん、懐かしいですね。まあ、っていうのもありましたけども、まあ、なかなかね、Apple の、セールって、まあ、少ないので、まあ、ぜひね、このチャンスに、Apple 商品ね、買おうって思ってた方は、ぜひ狙っていただけたらなと思います。でね、まあ、買う際にはね、楽天リーベイス踏んでもらえば、さらに 5% ね、ポイントもらえますんで、ぜひね、検討してみてはいかがでしょうか。まあ、5% はね、そんなに大した金額じゃないですけどもね、もらえないよりかは、もらっておきましょう。そんな感じで、今回の動画は終わりたいと思います。この動画役に立ったって方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。